はい、そっか、ジュノでございます。フォーチュンビジネスね、あの、私、当地者じゃないんで、あんまり面白くないんで、もうあんまり話題に出ないと思います、フォーチュンビジネスは。そんなもんがあったなって、ポンと思い出したんですよね。私に言わせれば、やっぱりね、マトリックスアフィリエイトですね。これがね、一生ネタで使えるっていうね、このリーズナブルさ。うん、たったね、100万ぐらいだったかな、持ってかれたな。100万払って一生使えるネタがあるっていうのは、なかなかね、中古車でも一生乗れるものないですよ。 んでどんな思いでも一生はなかなか使い倒せないんですけどもマトリックスアフィレイト一生使いますねいや面白いですねぜひねこれを提供してた メタ流星なんか、ちょっと、なんか、名前忘れましたけど、いつかね、対談したら面白いなと思いましたね。<laughs> お前この野郎みたいな。リアルマトリ,クリ,リ,リ,マトリックスアフィリエイトが帰ってきた。マトリックスアフィリエイトリターンズみたいな感じでね。被害者と提供者のなんか戦いみたいなのがあったら面白いかなと思います。しまいには私の塾に入っていただいてね。私の塾で稼いでいただいたらいいんじゃないかなと思いますけどね。<laughs> まあ、いろいろと申し上げましたけども、はい。えっ、ー、とね、やっぱりこれから私たちがやらなければならないのは、 何かっていうと、うん、なんかね、その気が向いたい人と一緒にやって、気が向かなくなったら一緒にやらないみたいな、ちょっとね、一種緩い関係だと思うんですよ。で、一つのものに固執するから、そこに忖度とか付き合いが生まれてくるんですよね。これが厄介なんですよ。だって私と吉谷さんも付き合い長いですけども、でもね、付き合いだからってやってるってことってあんまり私は感じないんですよね。そうじゃなくって、面白そうと思うからやるんですよ。 さすがに、ね、吉田さんがやってることでもなんか頼まれても「あ付き合いだからやらなきゃいけんな」っていう気持ちは私はないんですよ実は。私もずっとね あの潜在的に感じてたことを例えば今回の「1000話以降」の例のやつにしてもね1000話以降のプロジェクトにしてもずっとね腹の中では潜在的に抱えてたんですよそれやりたいなとでも言っさんからそれが提案が出るんでそれそれそれみたいな感じですよねまさにね気が合うってやつですよね私がぼんやり思ってたことをそのままやってくださるやろうぜって言ってくださるっていうのは面白いなと思います例えば私がねあ今日はうどん食べたいなと思ったら「あ、おいしいうどんやるよ」みたいなことを私が何も言ってないのに誘ってくれるみたいな感じですよねお、なんかちょうど そういう風な気持ちだったんだよね、みたいなね。そんなとこですよね。うん。動画のやりとり面白いですよね。はい。まあ、これからもよろしくお願いしますってことでございます。で今回はさらっと終わっていきましょう。それでは。